今日対面授業が再開された同志社大学。マスク姿の学生たちが次々と通学してきます。非常に嬉しいっていう気持ちの方がやっぱでかいですね。友達ができるか教室ではおよそ半年ぶりに講師の声が響きます。大学では春学期はほぼ全ての授業がオンラインでしたが、秋学期では全授業のうち7割以上を対面形式で再開します。1年生の木下日向さんも今日が初めての対面講義です。画面越しにではなくて直接僕らの方を見ていただいてるんで、いつもよりかはそのペースが合ってたかなっていう感じですかね。純粋に友達があまりいなかったので早く対面ならないかなっていう思いがずっとあったんですけど。昼過ぎ向かったのは初めての食堂です。注文の仕方がよくわからないようで、食堂はパーティションが設置され感染対策が講じられていますが、会話はしにくそうです。木下さんは30分ほどで食事を書き込むと急いで次の授業へ。どこでしたっけ研修室。受講生の多い講義はネット配信で行われていて、新たに設けられた実習室で受けるために移動します。別のキャンパスのため教室を探すのも一苦労。ようやく実習室にたどり着きました。ところが、Wi-Fi のつなぎ方がわからないなど、初めて学内でオンライン授業を受けるため戸惑いの連続です。今後段階的に対面授業が増える予定ですが、木下さんたち学生は1日のうちに対面とオンラインが混在し、少し振り回されている様子です。 Wi-Fi がすごい早かったので、先生の声のラグも全くなくて、家で受けるより数倍快適で、すごい新鮮で楽しかったです。今次の授業は、次はスペイン語なんですけど、オンデマンド型なので。ここじゃなくて、そうです、もう動画をその今週中に見るみたいな形ですね。はい。対面授業は始まりましたが、多様な授業形式でしばらく手探りの学生生活が続きそうです。